このコーナーは私どもジョイセフアイレディのパートナーでありますフィアットが取り組んでいるチャオドンナについてお話を伺います。今回は FCA ジャパンマーケティング本部長ツティアナ・アラン・ブレイセ様、そしてイラストレーターの伊吹遥様にお越しいただきました。自分の人生を自分で決めるというのがアイレディのコンセプトなんですけど、女性が自ら自分の意思で自分の人生を決める、自分のことを大事にして、ラブ、まずラブが大事で、その後に自分で行動して、それが思いが一緒になって共感して、今回のプロジェクトもやりました。そう、特に今日のプロジェクトは私ね、すごく1年前から始まったのはね、日吹遥さんと一緒に、その出会いから、はい、始まったプロジェクトですね。出会った時にその意気投合したのはどんなところからだったんですか？特にすごく素敵なチンクエチェントのイラストを描いてくれた ね、 ね、はい、ね、だから私たちそれをインスタグラムで見ていや、かっこいいと思っていた。なんかその時ちょうどね、私たちもうちょっとどういうふうにチャオドンナのプロジェクトの中に女性のセクシュアリティについて、もうちょっと丁寧に分かりやすく、本当に女性と女性のつながりできるようなプロジェクト、言い方に見つけた。だからやっぱり漫画にしたかったんです。文字では読みたくない人も、目だとスーッと吸い込まれていますよね。ありがとうございます。女性のエンパワーメントっていうその言葉がまだ世の中にそんなに浸透してないと思うんですけれども、やっぱり漫画だと よりよく分かりやすく伝わるなと思って、で自分自身もエンパワーメントっていう言葉を意識したことがそんなになかったんですけども、今回の漫画をきっかけに自分自身初めて問題意識を持つことができて、この仕事をきっかけで自分もエンパワーメントされてるなと思って意識を持つようになりましたね。すごくみんな の言語を使いたかった、だから日本ではやっぱり若い人とか、ちょっと上の人もみんなその漫画 の、 言語、漫画の話はすごくなんかイメディアトで聞いてくれるので、だから遥さんにこのプロジェクトはいかがでしょうかと言った時に、やっぱり彼女は多分今言ってるのは自分のジャーニーも始まったと思いますね。セクシャルリプロダクティブヘルスっていうところを女性が声に出していることはタブーされていて、日本ではまだまだ彼氏にも本音を伝えられない、嫌われちゃうからって言ってるので、その今回の4人の女性のストーリーはこれ皆さん共感できる、聞いたことある、私の友達、私自身の問題って皆さん読まれると思うんです。そうやっぱりこのストーリーはね、女性みんな一緒になるとやっぱりいろいろなことを話せるんですけれども、でもやっぱり一番まだまだこの社会の中にちょっとタブーな話はやっぱりセクシュアリティですね。セクシュアリティですね。そう、それについてあんまり女性も自分の自信がなくて、あんまりちょっと恥ずかしさあって、知らないことをね、やっぱり悪い、自分でやっぱり悪いと思ったら、なぜもね、なぜこれ聞きたくなってそうしまったので、だから逆に私たちもっとそのオープンで、ね、もっと自分の大事な、すっごく大事なセクシュアリティについていろいろな話してもらいたい。特に若い女性から、そして学校の中からこういう教育はないとすごい危ない社会になります。このストーリーを作った4人の登場人物、遥さんはこれはまず自分がご経験されたのか、それともその周りによく身近に聞いてた話かとか、あとすごいインスピレーションはシェアしましたね。特に私一番上の上の人のストーリー考えたんですけど、ちょっといとことその4つのストーリーにね、教えてもらえば皆さんのため、まず1つ目のかなさん、17歳の、
漫画はキーワードは、知ること、知ることで、エデュケーション、本当にまず、代表的なその避妊、避妊の方法ってたくさんあるんですけど、代表的なものとしてコンドームっていうものを今回出したんですけども、今の日本の中では性教育で教えてもらえないので、実際初めてそうなった時に初めてものを実物を見るっていう状況が多い、ね、当たり前だと思ってたんですけど、今回のこの仕事がきっかけで世界では学校で実際につけるっていうのを聞いて、すごく怖いなと思って、この日本の今の状況が、そういう意味では本当にその17歳の子に関してはやっぱり知ってもらいたいし、これはもうみんなに常識として知るべきことだなってすごく書きながら思って、第2話の美雪さん21歳のキーワードは自信なんですけども、彼氏に自信がないがゆえに彼氏に合わせてしまう、で本来の自分を見失ってしまう、その中で、その彼氏が例えば避妊をしたくないと言われたらついつい合わせてしまう、でそういう、でもそういうことってよくあると思うんですね、私ももちろん70年代で、教育を受けて全然セクシュアリティについて教育何もなかった私の時代の学校で、だけど私思ったのは、今の時代はみんなもっと女性はすごく自由で、ストロングでなるべきなのに、まだまだすごくデリケートな年ですね。だからどんな強い強い、私強いとね、20歳の女性と言っても、でもやっぱり彼氏との関係の中で、やっぱり仕事の関係の中で、ボスの関係の中ですごく弱くなっているね。だからこの弱い点はやっぱりすごく、まずみんなたくさん他の女性感じている、分かって、そしてじゃあどういうふうにすればいい、それは具体的にやっぱりね考えるべきです。女性をやっぱエンパワーするには、男性の理解、協力、そして男性自身の行動も変わらないと、女性も変わっていけないので、お互いにこれを知らなきゃいけない。だからこうセクシャルの話とか、妊娠出産の話は女性一人では何気ないことなので、まず男性にも話を見てもらう。この漫画を、まず私は学生に、届けたいと思ってまして、そう、女性だけじゃなくてね、そうしましょう。思ってます、はい、3番目のストーリー何だったっけ、はるかさん。3番目が、戦うというテーマで、28歳の、まゆみさん、まゆみさんなんですけども、すごく強い女性で、もうこういうことが、自分は仕事でこういうことがしたい、上昇志向が強い人なんですけど、周りからの結婚とか、その30歳を目前にしたプレッシャーみたいなものを周りから受けて、日本ではすごい ね、このプレッシャーまだ。そうですね。続いて4人目の登場人物であります、35歳の陽子さん、はい、こちらの話がコミュニケーションというのがテーマなんですけれども、やっぱ夫婦の中のコミュニケーションというものをいかに取っていくかという漫画なんですけれども、やっぱりお互いの理解、男の人と女の人とそれぞれが理解し合って、本音を話し合うっていうことが大事なんだよっていうことを書いていきました。これはやっぱり日本人の夫婦の中に難しいことですね、やっぱりどん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 コミュニケーション悪くなっていて、あとやっぱりセクシュアルライフもなくなっているですね、たまに。なぜでしょうね、このやっぱり知らず知らずにやっぱりこうテレビだったり報道だったりいろんなところでも男女というものの固定観念ですかね、男女というイメージを皆さんそれに自分が演じてしまうみたいな、私たちもフィアットでそのチャオドンナのページでやっぱりすごいハッピーコンテンツとかポジティブなストーリー書きたいんですけれども、でもやっぱりみんなその社会良くなるために女性の本当のね、アイレディのね、エンパワーメントが必要ですね。今回4人の登場人物の女性の物語ですけど、これをきっかけにまさに自分自身のことをですね、まずは考えていただいて、自分のために行動できる、
自分の人生を自分で決められる人たちをね、もっともっと増やしていけたらなと思っております。最後にお二人から一人ずつメッセージをいただきたいんですが、よろしいですか。どうぞ。はい、女性のエンパワーメントというちょっともしかしたら浸透してない言葉ですけれども、この漫画ですごく分かりやすく楽しくまとめましたので、ぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思います。やっぱりシェア、まだすごく大事な言葉です。私たちシェアウィフィアットというフィロソフィーで今回はアイレディの素敵なメッセージをサポートしつつきたいと思います。本当にありがとうございます。Thank you, アルカちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。グラッツェ、皆さん。よろしくお願いします。